播磨平定後、信長に覚悟の甘さを断じられた光秀が、信長と戦を共にすることはなくなっていた。また光喜も信長との口論の末行方をくらませる。織田家中にはいつになく重い空気が立ち込めていた。そのさなか、徳川家で謀反騒動が勃発。その騒動の糸を引いていた首謀者が桃地三太夫であると判明する。徳川家に仕える服部半蔵から報告を受けた光秀は、桃地率いる伊賀人団を討滅すべく出陣するのだった。伊賀の乱。やはり半蔵殿に相談したのは妥当でしたな。桃地め、なぜ織田をかき乱すような真似を。先行して伊賀の里に潜られた半蔵殿がいかな法をつかむか。殿。なあ、すまない、少しほうけていたようだ。まったく、総大将がこれでは下に示しがつきませぬ。どうか気を抜かれますな。俺は惑ってなどいない。この戦で桃地を倒し、必ずや証明せねば。生倉は魔王の懐にいらぬか。信長。始末いたそう。利光、俺についてこい。利光殿から相談を受け調べてみれば、やはり三太夫の企てであったか。思えば奴は若き自分より花持ちならぬ大の子であった。あの時わしが伊賀を抜けずに勇めておれば、奴との因縁ここで断ち切らねばな。若を苦しめたその罪は必ず。うん、この気配は。三太夫。怒るなよ。黙れ。よくも分かる。戯れはお預けだ。やられたか。また遊ぼうぜ、半蔵。承知。桃地は雨乞山城にこもっているようだ。行くぞ。伊賀人のテレンテクだ。侮ってはならない。敵の急襲には気をつけねえ。者ども、出撃の支度を急げ。
よう、のこのこお出ましか。ちょっと俺と遊んでくれよ。消えたか。急ぎ奴を追わねば。ヘイモン、そーら、お兄さんこちら。開門。セロ、受けてみよう。三代よね、我らを誘引し何を企んでおる。開門。そりゃ、せいや、そりゃ。伊賀人など恐れるに足りぬ。桃地、逃しはしない。そら、任せろ。敵襲か。我らの邪魔立てはさせぬぞ。任されよ。承知。出撃準備を急げ。妙な真似はさせない。砦は制圧した。ならば次だ。援軍を呼び込み、体勢を盤石にしよう。砦を制圧する。手向かう者は残らず排除せよ。返してみろ。俺の刃から逃れられると思うな。この砦は我らがいただいた。承知した、承知した。お見事にござった。任されよ。俺の刃から逃れられると思うな。この程度戦火とは呼べぬゆえ。明智が来たぞ。みんな一斉に追いかけよう。奴らの足を止めるのだ。この桃地の入れ知恵か。抜けてみよ。つくんではいられないというのに。火の手が回るのをただ眺めてはいられない。急ぎ止めねば。開門。承知。任されよ。承知。お前は必ず俺がこの手で。皆さらに進軍せよ。開門。我ら徳川火星に参りました。まずは丸山町の制圧から行くぞ。平八、開門。家康殿自ら出陣と。これで一層攻め立てられるだろう。やはり来られたか、若。こうなった以上、三太夫の毒牙よりお守りせねばなるな。敗北条件変更。任せろ。徳川だ。一度に栄養飲まされてまだ来れねえか。運動を渡してやらねえとな。瀬名の敵、この地で撃たん。みんな奮戦せよ。やれやれ、せっかちなやつだな。お楽しみはこれからだっての。任されよ。任せろ。またも賭けを仕掛けるか。なんとか防がねば。遅くなりました。
承知した光秀様。これより加勢いたします。ほら早くここまで来てみろよ。任せるよ。それがしなどが天下無双に至れようとは。任せろ。攻撃はやめ。しょうか。先を急ぐぞ。お待たせいたしました、光秀様。我らも共に戦います。今だ、かかれ。いえ、挟み撃たれては進軍ままならぬ。指揮する者を残らず倒さねば。信長はいつでも俺の思考を見通していた。任されたら俺はどうだ。信長の胸中を、ただひとたびでも真に理解し寄り添えたことがあったのであろうか。出番だ、野郎ど。明智を袋のネズミにしてやれ。奴ら増援を指揮して面倒事になる前に倒す必要があるか。これで先に進めよう。任せろ。我らの道のため果てよ。なかなかしぶといじゃねえか。任せろ。ならここいらで新顔のお手並み拝見といくか。やってやるさ。俺はもう織田のもんじゃねえから。任されよ。開門。せいや、そりゃせいや。承知、承知。このバカ野郎が。いつき、同じだったのか。しかしなぜ桃地のもとへ。三代よ、任されよ。承知。貴様の思惑通りにはさせぬわ。増援がやられた。明智め、想像以上にやるな。待てよ。俺は織田を、信長を倒す。父を殺したあいつを、これはや。承知、承知した。許さねえ。天気上に駆られやがって。見えた。目覚ませ、三月。殿を炎で苦しめるとは、なんと姑息な。桃地、貴様は断じて許せぬ。お前がこれほどのバカだったとはな。血迷うよ、大概にしろよ。黙れ黙れ。俺の考え、カズー氏には分かんねえよ。バカのお命、奪わせはせぬわ。明智は勢いを増している。この機に乗じて我らも攻勢に転じるぞ。誰が織田に戻るもんかよ。これはもう決めたんだからな。三月、まだ迷いがあるのか。開門。三月、お前が揺さぶられてどうするよ。なら次の手はあれでいくか。忍術とは心の隙間につけ込むもの。惑いを抱えし者は奴らにとって格好の的。武装の槍、全ては破壊のために。ここまでたどり着いた褒美をやろう。感動に打ち震えるがいいぞ。いいな。
之助、長政殿、二人がなぜここに。騙されるものか。壊そう。あれは桃地が生んだ幻、魔道だ。切り捨てろ。止まりはしない。信長、やはりあなたの言う通り、俺の刃はひどくなまっていたようだ。ここまで来ちまったか。仕方ねえ、俺自ら決着をつけてやる。大門、見えた。非常に徹しきれねえやつが、無理すんな。まあ生倉刀の光秀さんよ。甘い。なまった刃を再び研いでみせる。桃地、貴様を倒した後にな。信長の愛はしない。愛に先にあるのは希望じゃねえ、破滅だ。よく覚えとけよ。討ち死に。信長の先に待つのは破滅か。なれど、俺は歩み続けねばならない。今度こそ俺の正しきを貫くために、今俺がなすべきこととは。瀬名や信康も浮かばれるだろうか。さあな、それはこれからの竹千代次第だろう。瀬名姫様のためにも張り切っていこうぜ。そうだな。しかし未だ謎は消えぬ。なぜ三月が桃地と共に。そなたはどう見る、和氏。バカの考え、俺には分かりかねますね。では俺は主の元へ戻ります。和氏も三月を案じているようだな。古き仲だ、無理もあるまい。そうか、俺にはそうは見えなかったが。しかし若、水を差すようで恐縮ですが、あの三太夫がこれで終わるとは、わしにはどうにも。俺も半蔵殿と同意見だ。奴の執念からは危機迫るものを感じた。油断は禁物だろう。そうですね。引き続き警戒は怠らないようにします。では我らもこれにて。行くぞ利光、俺たちも止まってはいられない。今俺がなすべきこと、この手で必ず見出さねば。